龍が如く8、続きをやっていきましょう。後ろに棒立ちの男が見えるな。あれは、間違いねえ、朝倉だ。結構待たせてましたけど、そろそろ戦ってやるか。おい。よ。朝倉。春日一番、来てくれたんだな。過去と未来。ああ。なんか少し雰囲気変わったか？どうだろうね。だが、こっちに来てあんたと戦ってたら、俺は生き方を変えた。さらに強くなるためにな。今までセンスだけでやってた格闘に真剣に向き合うことにしたんだ。自分を高めるため、そしてあんたに勝つためにな。そうか。どれくらい変わったのかは、実際に試してみてのお楽しみだ。見せてみろよ。リベンジマッチ、受けてくれるか？ああ、もちろんだ。ああ、いいぜ。見せてみろ。よし。じゃあ、行かせてもらう。やってみろ。楽しませてもらうか。かかってきやがれ。行くぜ、1対1か。26、強いな。あ、勝てないかも。呼ぼう。デリバリー。ちょっとレベル高いな。早かったか、まだ来るの。よろしく。よろしく。チャーリー、寿司は頼んでねえ。っていうかこれありなんだ。怠慢じゃねえのかよ。どのぐらいダメージ受けるかだな。チャーリーに攻撃&回復してもらって、オッケー。ああ、いや痛いね、結構痛い。俺の番だ。受けてみな。これで決まるか。オッケー。いや強かった。間カットしましたけどね、結構時間かかった。コツつかめたんじゃね。かなり腕を上げたな。少しでも気を抜いてたらやられてたかもしれねえ。そっちもこの前より強くなってるじゃねえか。大したもんだよ。ずいぶんトレーニングしたんだろ。まあな、あんたの言う通り、最近の俺は自分のセンスにかまけて自分を鍛えることをおろそかにしていた。自分より弱い奴を倒す、それはストレス解消にもなったし気分も悪くなったが、どこか虚しかった。だがあんたとの戦いはそうじゃなかった。久々に血湧き肉踊る気分が味わえた。気づいたよ、これが本当に俺が求めてたものだって。朝倉変わったな。前よりいい目をしているぜ。やっぱりそうか。だからかな、動画が伸びたのも。動画？ああ、この前の俺たちの真剣勝負、実は撮影しててさ、それを朝倉チャンネルにアップしたら過去一受けが良かったんだ。え？動画撮ってたのかよ。言ってなかったっけ。悪い悪い。でも大丈夫、あんたの顔はモザイク入れといたから。肖像権とかいろいろあるしな。お気遣いどうも。まったく油断も隙もねえな。ちゃっかりしてるぜ。で、その動画はどんな反響があったんだ。やっぱり本気出したからその熱が伝わったっぽい。あと技とかもいっぱい出したし、真剣勝負ってやっぱ受けるんだな。だから俺的にもチャンネル的にもあんたとの真剣勝負は最高のコンテンツなんだ。俺はもっといろいろな技を覚えて自分を鍛えて、またあんたに挑戦させてもらうよ。次が最後だ。そして次こそ俺が勝つ。そして動画も最高視聴数獲得でハッピーエンドだ。プロデュース能力の高いやつだ。だがそうはいかねえ。最後も俺が勝つぜ。楽しみにしてる。ああ。あれ誰見てる？やっと見つけたぜ、朝倉。怪しいな。ウォーミングアップを習得。
朝倉戦で覚えた技結構使えるからな、ウォーミングアップっていうのも使えるんじゃねえか。ストーリー的にはパレカナの手伝いでアロハビーチにゴミ拾いに行く途中ですね、今ね。まあ途中で何かに出くわす可能性ありますが、行きましょうか。なんだ、誰だ？朝倉だ。春日一番へ。いい感じに仕上がったから最終決戦がしたい。時間ができたら船着き場裏の倉庫に来てくれ、そこで待っている。わかったよ。いや、結構レベル上げてからじゃないと多分きついな。朝倉からの果たし状か。次が最後だもんな。気合い入れてくるだろう。しっかり準備して船着き場の倉庫へ向かおう。おそらく30レベル以上とかにしないときついかもな。まあしばらく待たせとこう、あいつは。行きましょう。ここに何かサブがあるのよ。あ、これあれだ、空豆だ。邪魔もありましたが、おおむねいい感じです。豆岡が間抜けなおかげで楽に生地も広がっていい儲けになってますよ。腐っても一度は売れた芸人で、もう少し稼げそうですね。あれはカフェ空豆に押しかけてきた記者のフミだ。それに店の前で見た怪しい男もいるじゃねえか。これが元相方だろ、これ。やっぱあいつらグルだったのか。次はあのもじゃもじゃ頭の日本人もまとめてはめてやろうぜ。常連っぽいし、また来んだろ。一緒にいるところを取って闇取引の現場とか言ったらいいんじゃねえか。悪くないアイディアです。確かに柄の悪い男だ。裏社会の人間役には最適ですね。記事が跳ねた暁には予定していた報酬の他に、特別報酬もあなたたちに用意することにいたしましょう。闇営業の時以上にバズらせたいですからね。前よりも仕込みは入念にしておきたいところ。やっぱりそういうことだったのか。闇営業騒ぎの時もでっち上げ記事書いて豆岡さんをはめたんだな。そして表舞台から降りた今になってもまたデタラメなネタで陥れようとしてやがる。てめえ。どんだけあの人の人生をコケにすりゃ気が済むんだ。豆岡さんは闇営業疑惑でボロボロになった後、なんとか踏ん張ってここでコーヒー屋を作ったんだ。もうそっとしておいてやれよ。ふん、そんなのはあなたに言われることではありませんね。それに、隙を見せた豆岡にも問題はある。好き？まあ、あなたに言っても仕方のないこと。それよりも、やろってのか？今この状況もまた私たちにとって最高のネタであり、さらに豆岡を苦しめるということがお分かりですか？豆岡の黒いお友達が今度は日本の記者を襲撃。闇商売疑惑をもみ消しか？次の記事はこれに決まりですね。あなたが返り討ちにあったとなればいいオチもつきます。皆さん、やってしまいましょう。てめえら、どこまでも腐った連中だな。ここがお前の。戦闘準備完了。これは一瞬でやっちゃいましょう。任せといて。覚悟。はい、オッケー。これそうだよな。ん？お前は。あ、やっぱそうだよな。確か豆岡さんの元相方で。なんだっけ。ちょっと待って、なんだっけこれ。そなた豆田。豆田か。豆田だったか。いや、誰やねん。微妙に惜しいけどちゃうわ。あ、違うか。何？じゃあ。この状況下で鋭く突っ込みを入れられてしまった。さすがは腐っても元芸人か。となると、空田か。空田だったか。そうか。そう。ああ、そうや。何やってんだよ、あんた。こんなとこ
でこんな連中とつるんで。もしかしてこの前豆岡さんの写真を隠し撮りしてたのもあんたなのか。だったらなんやねん、お前には関係ないやろ。てめえふざけんな。豆岡さんがどんな気持ちでハワイまで来てあの店やってるか知ってんのか。コンビ解散してから連絡のつかないあんたのこともずっと忘れずにいて、今も元気でいてほしいって言ってたんだぞ。それを、それがなんやねん。何、ほんなら俺かて同じや。あいつのことはずっと忘れずにおったわ。心配なんて1ミリもしとらんかったけどな。あったのは憎しみだけや。どういうことだ。コンビ組んどった言うてもネタを書いてたのは全部俺や。俺の方がずっとお笑いに真剣やったわ。いい豆引けました。もう俺が考えたネタなんや。解散してピン芸人になっても俺は全然売れなかった。お笑いどころか借金を抱えてその日暮らしの最低な生活を送っとった。なのに、なのにあいつは、あ、エスプレッソ豆岡はよりにもよって俺の考えたギャグで売りやがった。あいつが遊んでる時も俺は必死にネタ考えて何度も何度も書き直して死に物狂いで生み出したんや。なのに俺は泥水だけすすって、なんであいつだけ成功すんねん。ずっと頑張ってやってきたのに、こんなんひどいやん。そんな時や、そこのふみたのおっさんが俺のとこに来てな、人気絶頂の豆岡をはめて一儲けしないかと言ってきたんや。それが闇営業のでっち上げ記事か。そう。せや、すっかり荒れ果てた俺はそれに乗った。結果は大成功、ちょろいもんや。おかげでめっちゃ儲かったわ。そんで今回もまたふみたに声かけられた。あいつがハワイで儲けてるって聞いてな。はぁ、あ。それでわざわざチンピラ従えてご苦労なこった。どうしようもねえ連中だな。ふん、あんたに俺の気持ちなんぞわかるわけないわ。あいつをお笑いに誘ったのだって俺や。俺が先に売れるべきやったのに。俺の方がお笑いのことずっと真面目に考えてたのに。俺の方が、聞いていた。そうだな、そう思うよ。ん？え？やっぱりお前だったか。久しぶりだな、ソラタ。やっと会えた。豆岡。闇営業の時の垂れ込みもお前だったんだろ。なんとなくそうじゃないかって思ってたよ。ん？は？どういうことや。記事に載ってた垂れ込み写真見たらわかるさ。不敵な笑みとか書かれてたけど、俺がああいう風に笑うのはソラタの前だけだったからな。本当に心許してやつにしかあんな不細工な笑顔を見せらんねえし。解散してから一回だけお前に呼び出されてコーヒー屋で会った日があったよな。あの時に撮ったんだろ。あ？そこまで分かっててなんで言い出さなかったんや。俺だって分かってたならいくらでも反撃できたやろ。地位だってお前の方が上。俺を潰すくらい簡単に。いえ、できねえよそんなこと。お前の方が俺よりずっとお笑いの才能があった。情熱もあった。それは俺が世界で一番知ってる。俺が受けたのは偶然だし、成功できたのだって元をたどればお笑いに誘ってくれたソラタのおかげだ。それを思ったらソラタを売るなんてことはどうしてもできなかった。こいつらは平気ででっち上げ記事を書こうとするような連中だ。俺が芸能界にいたら今度はいつ気が変わってソラタに矛先が向くかもわからない。豆岡の元相方、仁義なき裏切りとかな。そうなったら辛すぎるだろう。なあ豆岡さん、あんたもしかしてソラタを守るために引退したのか。嘘やろ、お前俺があんなことしたの分かってて。いやねんそれ、普通俺のこと恨むやん。なんでそんなかばうような真似すんねん。俺の顔だって見たくないはずやろ。いえ、それは違う。まあぶっ飛ばしてやろうと思ったことはあったかもな。俺はさ、今でもお前とボロい喫茶店でお笑いのネタを語り合ってた頃の夢をよく見るんだ。金もファンもないどん底の芸人時代だったけど、あれが一番楽しかったな。
解散してからはお前と会うこともなくなって、ずっと何か足りないと思ってた。いろいろあったけど、やっぱり人生を変えるきっかけをくれたソラテには感謝してるし、いつまで経ってもお前は俺の憧れなんだよ。豆岡。ここでコーヒー屋を始める時かな。店の名前は最初から決めてたんだ。知ってるか？うちの店名。カフェ、ソラ豆。ああ、この名前ぶら下げてたらいつかフラッとお前が店に来てくれるんじゃないかと思ってさ。日本じゃ会いにくいしな。あれはソラタのためにつけた名前だったのか。いつかまた再会できる日のために。お前そこまで俺のことを。すまん。すみませんでした。本当にすまなかった。俺はお前の気持ち一つも考えたことがなかった。自分のことばかりで勝手に悲願で。お前は俺を思って引退までしたってのに。会わなくなっても俺のことを考えてくれていたのに。そんなお前に俺はなんてことを。何度も裏切って。顔を上げてくれソラタ。正直俺もそこまでできた人間じゃないんだ。今だってお前の全てを許してるわけじゃない。でも一つ条件を飲んでくれたら全部チャラにしてやるよ。今回のことも闇営業のことも。条件。もう一度俺と空豆やってくれないか。え、また二人でカフェ空豆をやろう。豆岡。めちゃくちゃいい話じゃねえか。おい、逃げんじゃねえぞ。ひぃ。見ての通りだ。もうあの二人に余計なちょっかい出すのはやめろ。それと豆岡がハワイでマフィアと繋がってるとかいうくだらねえデマは即撤回するんだ。妙な真似したら今度は俺がお前を潰しに行くぜ。いつの間にそれを。ブンダだね。フミタじゃなかったわ、ブンダだ。わかりました。いや、いい話だねこれ。普通にちょっと感動しちゃったよ。ホットの粉コーヒーください。時間ってどのくらいかかります？そうですね、さっき豆植えたところなんで、あとは水まいて収穫したらすぐですよ。どこがすぐやね。収穫してもまだ時間かかるわ。すみません、嘘です。あと30秒でできますのでお待ちください。びっくりした。あとパンケーキもください。ありがとうございます。どうぞごゆっくり。コンビでうまくやってるみたいだな。あ、春日さん。お、いらっしゃいませ。さあどうぞこちらの席へ。ああ、前に来た時よりもいい店になってるじゃねえか。なんか明るくなったな。そう言ってもらえると嬉しいです。ソラタが来てくれてから毎日が楽しいんですよ。よかったな。出会って一緒にネタ合わせしてた頃みたいで。またあの頃みたいに二人で一からやっていきます。そうかい、そりゃよかった。これでようやく店の名前通りになったな。カフェソラマメ、いい名前だ。はい。と、そうだ、注文してなかったな。春日さんにはこのコーヒーを、俺たちからのおごりです。何？春日さんは俺たちが再結成できた恩人ですから。その春日さんにちなんで一番ブレンドっていう特別なコーヒーを作ったんです。ぜひ飲んでいってください。嬉しいね。おお、マジかよ、なんかすげえな。じゃ、遠慮なく。どうだ？うん、うまい。うまいか。名前負けしてないいい味だ。これからも頑張ってくれよ。応援してるぜ。はい、はい、
すみません、注文いいですか。あ、はい、ただいま。それじゃあこの一番ブレンドってやつください。ありがとうございます。ソラタ、一番ブレンド。はいよ。いまめ聞けました。なぜ売れたのかが不思議ですけどね、そのギャグで。二人でずっといい豆引き続けるよ。人によっちゃ鬱陶しいぞ。カフェそら豆エンド。あ、豆岡も呼べるんだね。わかりました。仕事の合間に来てくれるんだな。さあでは引き続き行きましょうか。さあ着きましたよ。お祈りか、太陽に向かって。俺はやらねえぞ。ああ、いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。なるほど。ネレ島、パレカナの聖地なんです。ああ、島があるんだ。この先のどこかに浮かぶ小島で私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。代表もいるんでしょそこに。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。いや、その島怪しいね。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは教団の代表をはじめ、徳を積んだごくわずかな教徒に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。そうなんだ。私もいつかは白に認められたいものです。白がつくとか、そこから来てんのか。徳を積み信仰心が認められた教徒にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から白の称号を与えられた教徒だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのかな、こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そうなの。そもそも白に選ばれたいと願っている時点で不純です。そうなんだ。地上の楽園ハワイのそのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも白ってのを目指してたのかな。ネレ島に行くことになるんだろうな。まさか。いずれ。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。何を。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし。罪滅ぼし、沢城と同じ言葉だ。なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。うん、聞かなきゃわからんな。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。なんか複雑な事情があるんだな、やっぱりな。あかねさんにも。ふう、だいぶ綺麗になったな。めちゃくちゃ綺麗。まさに茜色だ。茜さんが見てた景色か。うわっ、脅かすなよ。何黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった。え、いや、じいちゃんは。こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだと茜さん見つけるより前に白になれちゃうかも。ちげえねえ。そうかもな。
一番はさ、ん？茜さんに会えて、茜さんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、今んとこはこれを届けてやりてえってだけだな。そっか、いいな一番は。え？何かだ。私の家のこと話したでしょ、藤宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから、一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちーちゃん、家で死ねえか。はい。家でだよ、家で。手伝うぜ。俺組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっとこれでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちーちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。こういうところだよね、春日のいいところは。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちーちゃんを連れてってやるさ。ちーちゃんは命の恩人だからな、そんくらいお安いもんよ。あのさ一番、ん？そのセリフほとんどプロポーズだよ。わかってる？え、あ、はあ？なんでそうなるんだよ。いやいや、そう受け取るのが普通だって。そうだね。マジかよ。何やってんのよ。プロポーズって言葉はトラウマなんだよ、もう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。怒ってないのよ。ちょっと勝手に落ち込まないで。おお、わりわり、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ。言葉のあやってやつで忘れてくれ。でもよ、ちーちゃんの力になるってのはマジだ。そいつはできれば忘れねえでくれ。あっさ、ちょっと好きになっちゃってない？これこんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。ああそうか。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。春日とちーちゃんあるのか、これもしかして。ダメだぞ一番。あ、どうした？ありがとう。かわいい。あすげえいい雰囲気だな。それはそうだけどよ、なんか見つかったか、茜さんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし浅瀬が続いてるから、ここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ。えらいえらい。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。手がかりがないね。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けない。一体どこ行ったんだ。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。なんだ？はい、町の見回り活動です。うん。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。うん。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか、すげえ人だな。
本当よ。オーケー。じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。行きましょう。もうなんだよ、急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ。今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。わかった。私は後処理があるので、アートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。アロハブリッジは第五地区の近くにあるでかい橋、ロメロに合流だと。わかりました。ビーチの砂の盛り上がりからアイテムが出てくる。家があるってちょっといいよな。本当だ、ワカメ出てきた。帰るっつうか、そこが家だしな。それなりにでかい階だと。人の家にすりゃ 4LD。 あ、 Let's get started。 かかってきやれ。敵もいるんかい。そういえばさっきの話だけどよ、うん、それなりにでかい階だと。人の家にすりゃ 4LDK に匹敵するのかな。でも 4LDK 担いで歩くってなかなか根性と体力いるな。だが 4LDK 階に住むってのはステータスだぜ。気合が入るってもんなんじゃねえか。何の話してんだよ。 4LDK 階、俺らも頑張って鍛えて、キリュウさん、いい家に住めるように精進しねえとな。でもあれって持ち家なのか、賃貸の可能性はないのか。ああ、確かに楽しそうでいいな。宿借りっていうくらいだし、借りてるのかな。こんなに宿借りの家事情について語る人たち初めて見た。さあ行きましょう。この辺りだ。ああ、こいつらか。どうした？おう。よう、あんたがロメロか？はい、もしかしてあなたが春日さんですか？カロンから話を聞いています。見回りを手伝ってもらえるということで。ああ、よろしく頼むよ。どうすればいい？この辺りは広いので二手に分かれて回れればと思います。春日さんたちは川沿いの見回りをお願いできますか？そこ以外のエリアは我々の方で回るので。川沿いだな、わかった。何か気をつけることとかあるか？そうですね、強いて言うなら迷宮ビルですかね。迷宮ビル？はい、建設中に計画が中止になっちゃってそのまま廃墟になっちゃったビルがあるんです。そこが危ない連中のたまり場になってるみたいなんですよ。あの辺りは最近行方不明者も増えていると聞きますし、注意してもらった方がいいかと。そりゃ物騒だな、用心しねえとな。はい、くれぐれも無理はなさらず、見回りが終わったらここで合流しましょう。ではまた後ほど。危ない連中のたまり場の迷宮ビル、少し気になるな。注意しつつ川沿いを見回りしてみよう。迷宮ビル、ダンジョンってことかな。ここか、迷宮ビル。ハワイダンジョンのことだよな。ここがロメロの言っていた迷宮ビルか。うん、ハワイの迷宮。開発途中で計画中止になって廃墟になってるとか言ってたわね。危ない連中のたまり場みてえだし、少し中を見回りしてみるか。だな。家中の栗をわざわざ拾いに行くの？絶対危険だよ。そうだな。だって見回りなんだからよ、危険なところを調べてなんぼだろう。そりゃそうだ。まあそうだけど。ええ、あんたら迷宮ビルに入るのか。誰だお前は。さてはお宝狙いか。お宝？お宝？なんだ違うのか。このビルは地下がすげえ深いんだけどよ、一番下のフロアにはマジでレアなお宝があるって噂なんだよ。あ、そうなんだ。その噂に引き寄せられて何人も中に入っていた連中を見てきたけど、戻ってきたやつはほとんど見たことがない。恐ろしいな。マジかよ、行方不明者が多いったらもしかしてそのせいか。まさに迷宮か。かもな。
このビル作るの途中でやめちまったせいで、そもそもすげえ迷いやすいんだよ。だから迷ったまま出られなくなってるやつがたくさんいてもおかしくねえさ。なるほど。まあこの中にたむろしてる悪い連中に拉致られたか、殺されちまった人間の方が多いかもしれないけどな。このビル、やっぱりそういう連中がたくさんいるのか。ああ、やばい連中の巣窟、犯罪の温床さ。警察も面倒だからこのビルに関しては見て見ぬふりしてんのよ。だから無法地帯。しかもこのビルで死んだ連中の怨念のせいで、怨念？入るたびにビルの構造が変わる呪いがかかってるなんていうホラーな噂話まであるんだぜ。どういうことだよそれ。毎回ビル構造が変わる呪い。まあ噂だけどな。噂な。とにかく全方向におっかねえビルさ。近づかない方が身のためだと思うけどな。どうする？今このビルの中から聞こえたよな。聞こえたな、うん、やっぱり行く。見回り担当としてさすがに今のは無視しちゃいけねえ気がする。うん、まあそうなるわね。ありがとうなおっさん。おう、ところでいい情報くれてやったんだ。1ドルくれよ。まったく。え？ゲームじゃねえんだ。町の人がいい情報をタダでくれると思うなよ。先に言えよ。まあ1ドルぐらいならいいか。ちゃっかりしてるぜ。ほらよ。毎度あり。幸運を祈ってるぜ。おっさんもな。さ、行くぜ。ハワイダンジョンね。何やら物騒な空間だな。ああ、迷宮ってのも納得だ。ゲームに出てくるダンジョンみてえだ。助けてー。ん？この先から聞こえた気がする。行くぞ。様々な荒くれ者が救う危険な場所。ダンジョンの構造は挑戦するたびに変化するんだ。噂本当だったんだ。奥へ進むたびに敵は強くなると、各階層の先には強敵がいると噂されている。力をつけたら腕試しに挑戦してみましょう。ダンジョン内で負けると外に出されますと。わかりました。ダンジョンには悪い連中に襲われ助けを求めている行方不明者がいます。見かけたら積極的に助けてあげましょう。ダンジョンの中では様々なアイテムを入手することができる。ここでしか手に入らないものもあるので散策してみましょう。誰かが落としたとあるデータを拾って入り口にいる人物に渡すと、いいアイテムと交換することもできます。斧って書いてあんな。はは、道をか。入ってみましょう。いつでもやれるぜ。ああ、すごいな。確かに迷路だ。良さげなもの発見。レベル上げに良さそうだね、ここ。ここでがっつり上げておこうかな。これ迷うわ。セーブ？この階にいるみたい。ああ、ここにいるんだ。とりあえずサブストーリーとしてはここまでね。あとは動画外でやり込みだな、これはな。扉の奥からかなりの強者の気配を感じる。進むか。進むぜ。よし、開けるぞ。助けて。なんだ、もう終わりか。だらしねえな。ん？おい、大丈夫か。なんだてめえらは、こんなとこに何しに来た。てめえらもお宝目当てか。助けを呼ぶ声がしたから来たまでだ。お前こそ何やってんだよ。俺は別に、いつもみたいに迷い込んできた子羊を相手にストレス発散してただけだよ。だけどよ、こいつ手応えなさすぎてよ、ストレスがまだ残ってんだよな。残りのストレス、あんたらで発散させてもらおうかな。やれるもんならやってみな。もっとストレス溜まっちまうと思うけどな。生意気な。行くぜー。おっしゃ、
やってやるよ。でけえな。はい、オッケー。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。もう大丈夫だ。本当にありがとうございました。興味本位で入ってみたら迷って戻れなくなってしまって、そうしたらあいつらに捕まって結果的にこんな目に遭ってしまいました。おう、宝だかなんだか知らねえけど、こんなところには近寄らない方がいいぜ。命より大事な宝なんてねえんだからよ。はい、肝に銘じます。これは助けていただいたお礼です。受け取ってください。おう、ジェットサーフボード。なあ、あんたみたいに迷い込んで出れなくなっちまった連中はまだたくさんいるのか。はい、この下の階からも助けを呼ぶ声が聞こえてきていましたから、僕みたいに冷やかしで来た人の他にも迷い込んだ人や宝目当てで乗り込んだ人もいるみたいなので、結構な数いるんじゃないかな。でも下の階はこいつらよりもさらに強くて質の悪い連中がゴロゴロいるって話です。皆さんはお強いのである程度はいけるかもしれませんが、まだ無理に下に行き過ぎない方がいいと思いますよ。え、そうだな、確かに。大丈夫か。ね、この人も送りたいし一旦上に戻りましょう。今ので結構ダメージもあるし、このまま下に突っ込むのはやばいと思う。ああ、そうだな、一旦戻ろう。ハワイダンジョンも解放されたか。あとはどんどこ島かな。ありがとうございました。それでは。あ、じゃあな。もうこんなとこ来るんじゃねえぞ。しかし噂通りだったわね。何度言っても迷いそう。迷宮と言われるのもわかるわ。うん、だがかなり強敵が揃っていそうだし、腕試しや腕磨きにはちょうどいいかもしれねえ。そうだな、お宝もあるって話だしね。準備整えてまた来てみてもいいかもね。うん、迷い込んで助けを待ってる人も多分まだいるはずだ。迷宮ダンジョンいつか攻略してやるぜ。ハワイの迷宮、これで見回りは終わりか。 OK、 見回りも一通り済んだな。そろそろロメロの元に戻ろう。危ない、戻ったぞ。おう、よう、遅くなったな。春日さん、お疲れ様でした。助かりました。この辺の見回りはこれで十分かと思います。確か、ここ以外にもまだ見回る場所があるんだったよな。はい、アートウォールズですね。もうカロンさんが向かわれていると思います。わかった。了解。じゃあそっちも手伝いに行くわ。ありがとうございます。では私たちはフードバンクに戻らせていただきます。引き続きよろしくお願いしますね。カロンのいるアートウォールズへ向かおう。どうしようかな、行っちゃおうか。準備はできてるぞ。いましたね。あ、春日さん来てくれたんですね。それでは行きましょうか。何か起こるんでしょうね。ここは長い間倉庫や工場しかない一帯でした。夜は真っ暗で治安も悪くて、それが10年ほど前に再開発が行われたんです。世界中のアーティストに壁を提供して自由に絵を描いてもらったところ、ほら、今では若い人に人気のスポットになりました。映えるんだな。へえ、洒落た店も出てるじゃねえか。うん、観光客向けの飲食店がこぞってここに進出してるんです。なるほど。市内はどこも飽和状態なので。何かが起こる予感しかしません。はい、揉め事発生。スキンヘッドへ。Did no one tell you we're the new owners? スキンヘッドじゃないけどな。What's wrong? Is there some sort of trouble? スキンヘッドになるのかな。Who the hell are you? We're with Palicana on neighborhood watch. Palicana?
Thank goodness, please, you have to listen. どうした? I've been running this cafe for 30 years now, and I never once have endured such violence. そんで? Yeah, quit bitching. If you'd have paid your debt, we wouldn't be here. But I never even borrowed money from you. Oh, we know who you borrowed from. Thing is, this morning, we bought that land around. 落ち着け。 So as of now, your debt and this shithole...そうはならねえだろう。So, you can't just budge in here like this. The previous lender agreed I could pay off my loan in installments. We had a deal. You're a native Hawaiian, aren't you? What difference does that make? Well, cheer up. We're turning this place into a boba shop and your ass can run the register. The Howleys ought to eat that shit up. Now let's get renovating. ぶちのめしてやるからよ、俺が。お、勇気ある。Aren't you Polycana people supposed to be volunteers? Volunteers should stay the fuck out of business. 黙って見てるわけにはいかねえな、これは。Strong-arming helpless shopkeepers is hardly what I call business. Now, I'd like to ask you to leave. And trust me, you'll be hearing from our lawyers. Oh yeah?How about you scram, or you'll be hearing out your ass. 拳で分からせねえと、こういう奴らには。Right here. Oh, you sure? Then maybe we ought to tear you up first, huh? Threaten me all you want. I'll never budge. Get a load of tough guy here. He thinks he can stand up. 春日たち、もうちょっと早く出てってやれよ。All right. Let's see if you're still standing after that.一番いいタイミングだ、一番。何言ってんのか全然わかんねえけどよ。人を笑って殴るやつが悪党だってことぐらいはわかるぜ。What the? You another Polycana prick! だから言えばわかんねえって。I'm not Polycana。俺は新人とか正直よくわかんねえけどよ。あんたたちのことかっけえって思うぜ。そうだな。すげえよ。うん、それはすごい。春日さん。God damn! Can a man not shake someone down in peace? Boys, we're wrecking these bastards. まあやっちゃいましょう。中華マフィアか。時間的にもあれなんで、さっさと終わらせますね。はい、オッケー。悪くない。これが俺の。また成長しちゃった。Fucking son of a。中華マフィアまでいんのかよ。That does it. You should have listened while you had the chance.よせ! Eat lead! あれ? Huh? What's wrong? Goddamn trigger stuck! なんだ? ジャムったのか? Shit! This is not once. Bryce. Madam Nayla, you see, forbids the use of fire in human conflicts. 代表か? Who the fuck are you? No.Be good and hand me the gun. Tempting to shoot will only make things worse for you. Get the hell away from me! なんか力持ってんの? お! What did you just do? ジャムっただけでしょ? Such a pity. Allow me to tend to your wounds. Get the fuck away! He's a monster!I swear he's a goddamn monster! なるほど、ここで登場か。神のご加護だ。やはりブライス様は神の寵愛を受けてらっしゃる。ブライス様。あの方がパレカナの代表、ブライス・フェアチャイルド様です。あれが。なんかちょっとやっぱり怪しいよね、代表は。うん。信用できます、皆さん、これ。A miracle. Good gracious, a miracle. 俺はできねえ。
Rejoice, for Madam Neely has extended her divine protection to you and your humble establishment. Madam Neely, mahalo yoi. 信者たちは善人っぽいけど、やっぱこの代表とその幹部とかはね、悪そうだよね。そちらの方もお怪我はありませんでしたか？ああ。もし善人だったら謝罪動画あげます。なるほど。すると皆様はそれぞれ別々の事情から茜さんをお探しになっていると。うん、はい。それで茜さんがここの所長だったと聞いて。私も彼女のことを大変心配しております。この施設も彼女なしではとっくに閉鎖になっていたでしょう。ですから私もこちらになるべく足を運んで、何か進展がないか伺うことにしているんです。そうなんだ。あの、どうして茜さんはここに入信することになったんですか？うん、茜さんは日本にいられない状況になり、ハワイを訪れたと聞いています。彼女のルーツはハワイにあったと。ああ、それは沢城の頭も言ってたな。しかし親戚を頼るわけにもいかない状況で、そんな時手を差し伸べたのがパレカナだったと。ほどなくして彼女はパレカナへ入信されました。うん、茜さんは本当に京都の鏡のような人でした。あれほど無垢な信仰心を私は見たことがありません。なら彼女は白に選ばれたんですか？そうだね。白のことをご存知とは。桐生さん、ナイス質問だ。実は彼女に白を授けたい旨をそれとなく伝えたことがありました。ですが彼女はこの施設を最後まで支えたいと。火のつけどころがないぐらい善人じゃない？You did. Then I suppose it's time to dig in. How much would you like? Well, I'm supposed to be on a diet. But today is special. One big helping, please. Yes, sir. 言動や立ち振る舞いは善人なんだけど、顔悪いよな。春日さん、もし茜さんの無事が分かりましたら、すぐに私にもお教えください。わかりました。でもブライスさんは普段ネレ島にいるんですよね？ええ、ここの職員に伝えていただければ私にも連絡が入りますので。そうか、わかりました。そんじゃそろそろ俺たちはおいとまするか。だな。だな。あの、よろしければお食事されていきませんか？食事？そろそろ晩ご飯の時間ですし。いいのか？いいんですか？俺はちょうど腹減ってたとこだ。みんなは？俺もだ。賛成だ。お言葉に甘えるとしよう。ええ、ぜひ。春日さん、そして皆さん、今日はお会いできて本当に良かった。こちらこそ。なんつうか、茜さんがいい居場所を見つけられたんだなって分かってよかったです。うん、ええ、そうであれば私も嬉しく思います。あれ、ちーちゃんどこに行った？あれ、本当だ。あれ、いつからいない？チュトーセー、 Where are you? It's dinner time. She's not over here if you're wondering. あれ、どこ行ったの、マジで？ええ、予定通り春日一番と一緒にいるわ。何？いいじゃない、結果往来なんだし。なんなら当初の計画よりも信頼は得られてるわよ。マジかよ。おい、どうだ、ちーちゃん。誰、電話の相手？分かってる。じゃあもう切るわよ。まあまだ何かあるとは思ってたけど、富澤の読みが当たりましたね。ここよ、ここ。あはは。お腹空いちゃった。
晩ご飯は何？あ、クリアか。面白い。次回6章も楽しんでいこう。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。